アルファ、フィーメルは、ドイツの女子プロレスラー。ベルリン出身。ジャジーガーベルトとも。2001年4月7日、母国ドイツでデビュー。2005年より、リングネームを、ジャジービーとし、ヨーロッパを転戦。2008年1月4日、初代 EWE 女子王座獲得。2009年、リングネームを、現在のアルファ、フィーメルに改名。2010年5月8日、 イングランド東部の女子団体、プロレスリングイブに初参戦。2011年10月8日、イギリス遠征中のシダヒカリとシングルで対戦して勝利。試合後、シダにドイツ国旗をかぶせるパフォーマンスを披露した。2012年4月1日、ロンドンでジェニー・ジョディンを下し、プロレスリングイブ・オーザ・ダッシュ。10月2日、スターダムにて木村京子率いる。 外国人軍団、木村モンスター軍の一員として初来日し、21日の大阪大会で高橋七恵が持つワールド・オブ・スターダム王座に挑戦することが発表された。試合は時間切れ引き分けに終わり王座ダッシュならず。スターダムでは27日にも木村、ヘイリー・ヘイトレットと組んで6人タッグに出場、安川悪とチェリー、そしてシダと対戦した。 11月10日、ニッキーストームに破れイブ王座陥落。2013年1月、ティネのトライアウトを受験するが、契約には至らなかった。3月、2度目の来日。後楽園大会で7位の赤いベルトに、再び挑戦し、ダッシュに成功した。また、4月の DDT 札幌大会にも参戦。モンスターアーミーの誤張、として参加したが、 中澤マイケルのアルティメットベノムアームに逆上、同軍の面メ々ンメンもなぎ倒しを大石マナトと結託。4月13日の新宿大会で、大石、男色 D のと共に、小 D6 人、タック王座に挑戦することとなった。4月29日、両国国技館大会で紫カミナリーオに破れ、赤いベルトを失った。8月に3度目の来日、17日の初戦で、 松本博代と対戦も引き分け。シングルリーグ戦、スターダムゴスター GP2013 にも参戦、北条海里、イオ、そしてダークエンジェルを次々と破り、決勝まで進むが、7重に敗れ準優勝。11月4日、木村、ザ・フィーメル・プレデター、アマゾン特味、米山香織、海里、夕日が持つアーティスト・オブ・スターダム・オーザーに挑戦し、ダッシュに成功。 タックトーナメント、ゴディス・オブ・スター・ダムにアマゾンと組んで出場し、決勝で、木村、アクトと対戦も敗れまた準優勝。12月29日、松本、脇、沢美穂、岩谷朝優に敗れ6人タック陥落。2014年1月26日、木村と組、七重、脇、沢の持つゴディス・オブ・スター・ダム王座に挑戦し、ダッシュ成功。この試合後、 ビザ書き換えのため一時帰国。帰国後、ティネのイギリスツアーに参戦し、エクスプロージョンでオーディブと対戦。その後、ベルベットスカイとも対戦。2月9日、WSU でアメリカマットデビューを果たし、いきなりジェシカ・ハボックが持つ WSU 女子王座に挑戦。敗れはしたが猛攻を見せた2016年3月再来日時スターダムに参戦。サワンに、 スターダムのチャンピオンベルトをモチーフとしたタトゥーを彫った。ありがとうございます。